皆さんこんばんは、海外メーカーとの交渉スペシャリスト林和夢と申します。本日はですね、 GAFA のですね、最もトップにいる Amazon のジェフ・ベゾス氏がですね、来月アメリカのね、ナスダックにおいて IPO をすると言われております Airbnb、これのですね、かなり前からのですね、投資家であったということが判明しまして、これよりましてジェフ・ベゾスがですね、来月 Airbnb が上場した時にですね、一気に大きな資産を構築するというふうに言われておりますので、本日はですね、これについてご紹介させていただこうと思います。本日の内容にご興味ある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それではですね、早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。私はですね、この動画のチャンネルでもですね、 Airbnb の話っていうのは結構何回もしてるんですけども、私もですね、2014年ぐらいからですね、 Airbnb の民泊ビジネスというのはですね、約6年間ぐらいやっておりまして、主に東京、京都、沖縄展開してまいりましたけども、非常にですね、プラットフォームシェアリングエコノミーとしてですね、非常に面白いイノベーティブなですね、プラットフォームということで、私自身もですね、非常に Airbnb に対して愛着がある人間なんですけども、残念ながらですね、コロナの関係でですね、私自身のですね、発足としてのですね、Airbnb ビジネスというのは終了したんですけども、このパンデミックの状況で今 Airbnb もですね、ビジネスとしてはダメージを受けているんですけども、コロナウイルスが収束した暁にはですね、必ずこの Airbnb っていうのはですね、また爆発するというふうに思っています。Airbnb っていうのはですね、来月ですね、IPO、イニシャルパブリックオファリングをする予定でございます。今年はね、コロナの関係で延期するというふうに思ってたんですけども、結局上場に向けてですね、進めているということです。今回明らかになったのはですね、Amazon のジェフ・ベゾスがですね、かなり前からのアーリーインベスターであったということですね。Jeff Bezos was an early investor in Airbnb, which means he liked to net millions from the home sharing company's highly anticipated IPO. Jeff Bezos 氏がですね、Airbnb のですね、かなり早い時期からのですね、投資家であったというふうに言ってですね。Airbnb がね、シリーズ A、シリーズ B という、2010年、2011年にですね、出資を募った際にですね、ジェフ・ベゾス氏が出資をしているということなんですね。その時にこの Airbnb の株をね、買っているということだと思うんですけども、It's not clear how much Bezos invested in the company at the time or whether he still owns all its share. 今もね、彼のシェアをね、そのまま彼が保持しているかどうかっていうのも全然わからないんですけども、あと、いくらね、彼が投資したかっていうのもわからないんですけども、かなり前の時期から Airbnb の株を買っている。それによって出資をしていると。いうところがわかります。 Jeff Bezos may soon see a multi-million dollar payday thanks to Airbnb's initial public offering、Airbnb がですね、もうすぐ IPO 上場することによってですね、かなりのね、大金をですね、 Jeff Bezos は手にするであろうというふうに言ってるんですね。 Airbnb publicly reviewed the documents for its IPO on Monday, providing a glimpse into the company's financial. The home sharing startup hopes to raise $3 billion with its IPOwhich would give valuation of the about $30 billion, according to a Reuters report from earlier this month. 今回 Airbnb 資金調達ですね、IPO を行うんですけども、今回の IPO ですね、目標設定のですね、調達額っていうのはね、3 billion、30億ドルで今回やっているということですね。で、これによってですね、Airbnb の時価総額は300億ドル。ぐらいまでにですね、多数というふうに言われておりますと。Airbnb というのはですね、本当に私が見ていた限りでも相当なスピードで伸びていっておりまして、私がやってた頃もですね、日本でも爆発的に一時はですね、広がった経緯がありますけれども、今回コロナの関係でですね、一気に失速してしまったところがあると思います。私もね、IPO をもし Airbnb がした際にはですね、必ず投資をしようと思ってます。というのは、このシェアモデルっていうのはですね、古い使ってない古民家とかのですね、シェアリングにもなりますし、地域活性化にもつながる。もちろんね、いろんな問題もあるんですけども、使っていないスペースのシェアリングっていうのはですね、必ず伸びていくというふうに思っております。なのでですね、IPO した段階で買える状況になったらですね、私の方も、長期ですけどもですね、応援していきたいなというふうに思っております。はい、本日はですね、Amazon のジェフ・ベゾス氏がですね、Airbnb のですね、早い段階からの投資家であったと。いうところです。また私にとってもですね、すごく嬉しいですね。っていうのが、ジェフ・ベゾスというのはですね、かなり未来を見ることができる社長さんでありますから、そういった方がですね、Airbnb のビジネスに関してもですね、早い段階から期待をして、投資をしていたっていうのはですね、私にとってもですね、非常に嬉しいなというふうに思います。
はい。もし本日のコンテンツが良かったということで、ぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。またツイッターの方もぜひこちらの方からフォローしていると幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.